マリコパ軍はアメリカ合衆国アリゾナ州南中部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は381万7117人となっており国内の軍では4番目の大きさとなり23州の人口を上回っている。軍庁所在地は州内最大で州都でもあるフェニックスである。アリゾナ州の人口重心はマリコパ軍内。 ギルバート町にあるアリゾナ州でも最も人口の多い軍であり、州人口の半分以上が集まっている。人口の爆発はホーブスによる2007年度調査でも明らかであり、国内で成長速度の速い都市トップ10の中にマリコパ軍の都市が4つ入っている。それらの都市はバッカイ、サプライズ、グッドイヤー及びエイボンデールである。 これらの四都市はすべてフェニックス市西側のブームを呼んでいるウェストバレー地区にある。軍内には5つのインディアン居留地がある。このうち最大級のものはスコッツデールの東、ソルト川、ピママリコパインディアン社会とフェニックスの南、ヒラガーインディアン社会であり、どちらもカジノを運営している。アメリカ合衆国国勢調査局による報告では、 地域全面積は9224平方マイル。このうち陸地が9203平方マイルであり、水域は21平方マイル。水域率は0.23%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。出展、年齢別人口構成マリコパ群は、共和党の強い地盤として長い歴史がある。 フェニックス氏や軍内他の小地域は民主党寄りの傾向があるが、軍内との地域は共和党に多く投票する傾向にある。1948年以降すべての共和党大統領候補がマリコッパ軍を制してきた。この中には1964年のアリゾナ州出身候補者バリー・ゴールドウォーターも含まれている。ゴールドウォーターは マリコパ軍で2万千0秒差をつけていなければ、アリゾナ州を制することもできなかったはずである。2008年大統領選挙では、国内でジョン・マケインがバラク・オバマに勝った軍として、最も人口の多い軍となった。マリコパ軍はその共和党寄りの姿勢にもかかわらず、2006年の住民投票では、命題107に反対した。この命題は、芸同士の結婚を禁じ、 同性愛のカップルに夫婦並みの権利を与えることを制限するものだったが、マリコパ軍では51.6%対48.4%という僅差で否決された。アリゾナ州はこの年、51.8%対48.2%という結果で芸同士の結婚禁止を拒否した最初の州になったが、マリコパ軍は州全体とは異なる選択をした。 2008年、同性同士の結婚を禁じる州憲法改正案が成立し、マリコパ軍住民の多数がこれに賛成した。マリコパ軍管理委員会は5つの地区の一般選挙で選ばれた5人の委員によって構成されている。現在の内訳は、共和党4人、民主党1人であり、共和党委員は、より裕福で保守的な地区の選出であり、民主党委員は、 最大地区の選出である。各委員は4年任期であり、連続して再選可能である。委員会はアリゾナ州法で規定される法と権限の範囲内で、軍に対して執行権がある。この点でアリゾナ州議会は事実上理の立法府であり、小さな条例や税の徴収などは、軍管理委員会に制限付きで自由裁量が与えられている。委員長は、 委員の中の一人が一年任期で担当し、校長会を経て、委員の5選で選出される。アリゾナ州の都市や町とは異なり、各軍は認可された政体ではなく、政治的にも、法的にも、州の証区分と考えられている。軍の保安官、検事、税査定官、財務官、学校長、記録官、警察官、治安判事、最高裁判所事務官の選出。 および最高裁判所判事の留任についても一般投票で決定される。1993年から2016年までの間に保安官を務めたジョー・アルパイオは自身をアメリカで最もタフな保安官と称するほど強硬な政策を取ることでも知られており、2017年7月には裁判所命令の無視などによる法廷侮辱罪で有罪判決を受けたが、 同年8月にドナルド・トランプ大統領の恩赦を受けたことでも知られている。なお、2017年にはアルパイオの公認としてポール・ペンゾンが保安官に就任した。マリコパ軍にはアリゾナ州人口のほぼ60%が住んでいるのでアリゾナ州の政治でも支配的である。州内8選挙区のうち6つはマリコパ軍の地域内にかなりの比率で入っており、 州内で最も著名な選出役人の大半は、軍内に住んでいる。軍内は3本の週間高速道路と1本のアメリカ国道、及び幾く本かの州道が走っている。ありがとうございます。